ちは、ワンデミー西です。では今回は OTB アウトオブパークベースボール斉藤佑樹ハンカチ王子物語続きをやっていきたいと思います。でここまで4月戦い抜いてきたファイターズなんですけども、チーム成績とあと個人成績も、ね、簡単におさらいしておきたいと思います。まずチーム成績なんですけども、画面左側これがパシフィックリーグ、まあ、いわゆるパリーグの順位になっています。ファイターズはですね、12勝16敗で5位ということで下位に沈んでいるという中、楽天がね、21勝7敗と早く独走態勢を築きつつある状態です。一強というところです。まあ、楽天は確かに西チームになってからだいぶね、西武はじめ、打球団の選手がっつり引き抜いてますから、戦力的にはかなり充実しているのかなというのがこの成績からも伺えますね。あとはやっぱり強力打線のソフトバンク、あとは自力のあるライオンズが上位3チームですね。ただその3位のライオンズですら13勝14敗と、負け越しているということからも楽天の一人勝ちぶりが伺えます。ただ同じくですね、セリーグもジャイアンツが一人勝ちしている状態ですね。なので、まあ、この5月6月のね、夏に向けてしっかりファイターズは巻き返しを行っていきたいというふうに思います。じゃあちょっと個人成績も簡単に、ご覧いただきましょうか。これがセーパーリーグ合わせた成績になってしまっているので、パリーグいきましょう。リーディング、これがデスパイネが3割7厘、さらにホームランも10ホーマー、さすがよデスパイネ。面白いところで言うと、中村、西武の中村が39三振ですね。中村ホームラン多いですけど、三振も多いイメージありますもんね。こんな成績ですね。スパイネが大活躍してた。意外なのが楽天の選手がね、ここにいないですね。1位を独走している楽天の選手は浅村がいる。で続いてピッチングの方、投手陣の方を見ておきましょう。投手陣の方は防御率最多勝、まあ、5勝ですね。ここまで5勝を挙げているのが則本、次がここまで11セーブと。いや、ここまでで11セーブってかなりのハイペースだな。まあ、そんな感じですかね。じゃあ続いて斉藤の成績もご覧いただきましょう。なんといっても斉藤佑樹物語ですからね。斉藤の方はここまで5回登板機会があって2勝2敗というところです。なんとかね、このままあの勝ち星を積み上げていって、一つでも多く勝利に貢献してもらいたいなというところですかね。では1軍2軍の入れ替えも行っていきます。なんといってもね、清宮、ポテンシャルの高さが半端じゃない。ポテンシャルが5ってそうそういないですから、まだ実力はね、半星ですけど、この清宮かなり期待させてくれる内容かな。パワーはすでに55あるので、それなりに、ホームラン打てる力はあると思うんですけど、コンタクトがねちょっとまだ25っていう状態だと、当たればホームラン、三振も多いみたいなね、そういう、まあ、今のステータス能力になっているのかなと。まあ、ただ清宮は将来のね、ファイターズの4番候補であることに変わりはないので、ここは入れ替えを行っていきます。ただ今一塁はね、中田翔が入っているので、ここは石井をちょっと一度降格させてですね、清宮を入れましょう。で、清宮を入れたら、中田の代わりに清宮をね、たまに使っていこうじゃないかという狙いですかね。清宮を入れていく。中田が疲れたら清宮。でさらに清宮に関して言うと、出番がね
そうそうは、まあ、残念ながら回ってこない可能性が高い状況ではありますので、機会があればね、清宮を代打でも使っていこうというふうに考えています。代打の一番手が清宮というふうに考えています。あとは清宮三塁手、果たして守れるのというのもあるんですけどね、清宮は出番をちょっとでもやっぱ増やす努力が必要なので、三塁手としても使っていく、こんなところでしょうか。では、早速プレーの方を始めていきたいと思います。はい、では今回は斉藤の登板会ということで、ライオンズ戦を迎えています。ここはなんとか斉藤にね、一勝をさらに上げてもらいたいというふうに思いますので、斉藤の登板見ていきたいと思います。はい、では早速1回の表ライオンズの攻撃になりますのでね、斉藤のピッチング見ていきます。斉藤がしっかり立ち上がりをね、決めてもらいたいというところです。では斉藤の登板始めていきます。はい、まずね、3番の森にセンター前を打たれてしまって、4番中村を迎えるという場面。まあ、森に関して言うとスピードは45と決して速くないんですけども、斉藤ね、クイックに課題があるので、ここはねしっかりクイックで投げていってもらいましょう。中村は打ち上げて1回の表ランナー1人出しましたが、ここで切り抜けています。はい、ここでねメヒアに残念ながらスリーベースを打たれてしまったというところで、1点先制点を献上してなおワンアウトランナー三塁。ここを抑えないと大量失点の可能性がある。ここはポテンヒットになるか、大丈夫だね、ショートが抑えますね。 OK だ、これで2アウト。まあ、ただパリーグの方はね DH 制なので、なんとも下位打線だからといって安心できるところではないですが、ここはしっかり抑えましたね。ただ1点先制点を許した中村、打線の奮起に期待と。はい、ワンアウトランナー一塁から4番中村にレフト前ヒットを許して、ツーアウトながらランナーが二塁一塁、バッターは栗山ですね。ここを抑えられれば大丈夫、 OK だ、栗山を空振り三振。斉藤7回の表の登板になってますね。ここまでヒット6本を許すも1失点でしのいできているという中、ワンアウトランナー二塁、木村を迎えるという場面ですね。結構ねライオンズ打線が斉藤のフィールディングのまずさを狙っているのか、セーフティーバントとかはね、狙ってきてたりもして揺さぶられている中なんですけど、しっかり抑えているので、ここもね、抑えましょう。スタミナも結構きつくなってきている中ではあるがと言っているところで、ツーランホームランか。いやー、斉藤ここまでかな。まだスタミナゼロにはなってなかったんですけどね、9番木村にツーランホームランですね。まあ斉藤はここまでかな。ちょっとこのホームランの後気持ち切れちゃうかなと
というところと、スタミナもねもういっぱいなので、斉藤残念ながら勝ち星つかずというところになります。はい、ゲームの方なんですが、このままライオンズが逃げ切ったという形ですね。次の斉藤の登板に期待したいと思います。中6日のローテーション回ってき、斉藤の先発試合になりますね。相手はオリックス。田島とここは投げ切って勝ってもらいたい。2勝3敗という斉藤です。ではオリックス戦始めていきましょう。まずは1回の裏、オリックスの攻撃。ここ無難に立ち上がってほしい場面だな。また揺さぶってくるな。本当にね、斉藤のフィールディングのまずさを各チーム的確についてきているなという感じで、セーフティーバント、送りバント結構ね使ってきますね。まあ、ただここは揺さぶりに負けずに、まずは1回の裏0点で抑えていきたい、そういう斉藤ですかね。はい、ワンアウトランナー1塁からセンター前ヒットを許して、ワンアウトランナー3塁1塁。ちょっとセンター松本の守備も微妙だったかな。もうちょっと早く返球すればね、ロメロにサードまで行かれることはなかったかなと思うんですが、まあ、斉藤にとってはねここ踏ん張りどころになります。後藤を迎えるという場面。ここはライト前タイムリー、ライト前タイムリーでなおワンアウトランナーが三塁一塁。ここを抑えていけるかどうか。これはゲッツー。うわーダメか、取れなかったね。今のはゲッツーうまく取れればというところでしたけど、守備の指示としてはゲッツー体制を、まあ、敷いておくべきだったところなんだろうな。ちょっとそこはねベンチの采配が行き届かないところだったのかなと思うので、ダブルプレーシフトに今指示を出しました。これでダブルプレーを取ろうが、ここはライト線を破られてしまいましたね。これで2点目を献上。まあ、ここはノーマルにシフト体制、守備体制に戻していきましょう。これは犠牲フライになるか。足の方が早いね。これで4点目を献上した。これは鶴岡が、いやファースト中田が抑えて3アウト。2回の裏斉藤は4失点という状態です。3回の裏オリックス攻撃なんですが、斉藤はいきなり T 岡田にツーベースを打たれてノーアウトランナーが二塁。ここを抑えきれないと5点目を失うようだとちょっとここまでかなということになってしまいますからね。打線の奮起もまだまだ期待できる場面ですが、ここは打たれてしまった。いやー斉藤ノックアウトだな。ここまでね斉藤が大きく崩れることはなかったんですけどね。まあ、残念ながら3回で5失点。ブルペン誰も入っていませんが、斉藤はここまでですね。はい、そしたらね斉藤なんですが、序盤で、5失点。ファイターズその後追い上げたんですが、4対7で敗戦という結果になっています。ではね斉藤の登板戦見ていきましょう。斉藤なんですがスランプに陥っているという状態ですね。まあ、前回3回も経たず5失点降板という結果になってますからね。
ここは斉藤の奮起に期待しましょう。強力楽天打線を迎えます。楽天はねここまで独走できてますからね。前回最下位オリックスとの戦いで敗れてる斉藤なんで、首位楽天に勝利を挙げて、まあそのね、失点を取り返してもらいたいというところなので、なんとかねまずは3回しっかり切り抜けてほしい。まあ、このゲーム本当に守備が結構大事だなって思いますね。さあここで斉藤に故障発生。残念ながら斉藤ちょっとどれくらいの期間離脱するかわからないんですけど、斉藤が、ここでね早くも降板せざるを得ないという状況になっています。ゲームの後斉藤がどれくらいの怪我を負ったかというのが出てきますので、ちょっと心配な状況ですけども、斉藤はここで一度降板ということになります。はい、斉藤ちょっと怪我の状況が心配なんですが、試合の方もね残念ながら楽天に競り負けたという形になっています。斉藤がどういう怪我の状況になっているか。はい、斉藤なんですが4日間ですね、傷を負っている、怪我をしてしまっているという状態です。まあ、4日間なので、故障者リストに入れる必要はないかなと思いますので、このままね、次の登板に備えたいと思います。では斉藤の登板ですね。前回、ちょっと4日間のね怪我を負ったというところなんですが、中6日のローテーションなので、全くローテーションね穴を開けることなく斉藤復帰戦ということになります。では斉藤ね、ちょっとここ2試合いいところがないんで、楽天戦ですけどね、いいところ見せてもらいましょう。はい、では1回の裏、斉藤の第1球から始めていきたいと思います。はい、斉藤なんですが3回の裏です。4点リードしてもらっている場面なので、ツーアウトランナー二塁一塁というピンチですけどね、ここは抑えてリード4点を守っていきたいですよね。ただここで斉藤の悪い癖が出た。ツーアウトながら満塁、バッターは島内。よし、ここは中田が抑えてベースカバーを怠らない斉藤、今回は大丈夫でしたね。前はねホームベースカバーを怠って懲罰交代を食らいましたからね。はい、5回の裏なんですが、フォアボールを出した後、鶴岡のパスボールでノーアウトランナー二塁というピンチ。ノーアウトランナー二塁なんで、ある程度、まあ、失点の、ね、割り切りは必要かなとは思うんですが、ここでさらにレフト前ヒットを浴びて、ノーアウトランナーが一塁三塁。大量失点のピンチですからね、ここは。中田はホームへ送らず、まあ、1失点はいいでしょうと、5点取ってる状態なので、そういう中田の判断ですかね。が、浅村にツーランホームランを浴びてしまったが、5対3。なんとか6回までで投げ切ってほしいなと。いうところですかね、斉藤は。せっかく味方が5点と
ユーリード上げてくれてますからね。この回浅村にツーランを浴びて3失点という斉藤です。OK だ、鶴岡がよく刺してくれたね。クイックを怠ったんですが、今鶴岡がね、刺してくれたおかげで2アウトランナーなしという場面に変わっています。はい、そしたらね、7回の裏斉藤なんですが、ファイターズの方が1点追加してくれて6対3と3点リードの場面ですね。もうスタミナもね、あと少しで切れてしまうかなというところなので、斉藤はねここまでにしたいと思います。はい、ファイターズの方なんですが、ゲーム首位楽天に対して7対3と、勝利を挙げています。斉藤も3勝目を挙げることができています。はい、では斉藤の5月最終登板になると思います。では斉藤の登板見ていきましょう。さあ、立ち上がりの斉藤なんですが、連打を浴びていきなりノーアウトランナー三塁一塁という大ピンチ。前回の登板良かっただけに今回もねいい感じで進んでほしいんですが、サードランナー荻野は足が速いのでここはタッチアップしてきますよね。ただベースカバーはちゃんとやっている斉藤、ベースカバーはちゃんとやりましたね。まあ1失点はこの場面しょうがないかなというところかなと思います。この後ね抑えてくれればいいでしょう。ただただここに来てさらにヒットを浴びて2アウトながらランナーが3塁1塁でバッターが6番藤岡。藤岡の足を考えて内野は深めな守備に変えておくというのもありですよね。ここはなんとか1失点でしのいでほしいが、どうだ、これはセンターが追いついてくれた。うん、危ない危ない。1失点であればまだまだ盛り返せますからね。ここで西川にホームランを浴びて2失点目。ごめんなさい、西川じゃなくて、田村にホームランを打たれてますね。斉藤なんですが、ロッテのエラーもあってですね、逆転してもらったという後なんですけども、7回の裏、ノーアウトランナーが1塁3塁、ここ0点で切り抜けられれば、4勝目になるかなという場面ですね。ここは0点でいきましょう。どうしても0点でいきたいので、内野は前進守備、ここは1点もやれないという場面。抜けた、ライト前ヒットが、ここで斉藤の勝ちが消えたという状況ですね。粘れなかったですね。まあ、斉藤はここまでになるかと思います。斉藤の4勝目をお預けです。はい、ゲームの方もね、残念ながら逆転負けを喫してしまったというファイターズ、斉藤も4勝目はお預けになっています。
というわけで5月のサイトをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、少し乱れてしまった試合もあったし、まあ、4試合4日間とはいえ、ね、短い怪我がもうあったということで、まずはね、4勝目を6月に挙げてもらいたいなというところと、まあ、怪我はね、大きな怪我じゃなくてよかったなと、前もお伝えしたと思うんですけど、オートセーブになってしまってるので、斎藤が1年間の怪我を負ってしまった時点で、この斎藤勇気物語が強制終了されてしまうので、まずはね、怪我が軽くてよかったかなというふうに思います。では次回6月をプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。